こんばんは。9月25日月曜日、時刻は8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、宜野湾市や沖縄に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは、メイクアップアーティスト、私みつこと大城みつよ、鳥の丸焼きコケコックハウスリーエイこと池原理恵子、はい、後でもう一人来るかな。はい、じゃあこの、とりあえず2名で始めておきます、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日はなんか、告知ございますか。あ、すいません、先週ですね、私プレゼントを持ってくるって言ったんですけど持ってくるの忘れてしまいまして、ごめんなさい、来週持ってきます。はい、はい、先週でしたけど、はい、ですね、私、ちょっと同級生とモアイをしていて、で、あの、私の自宅の方で、うん、あのやることになって、で、そうそう、それでちょっと友達3人なんですけどね。あの、そうで来たら、先々週私誕生日だったんですけど、うん、あのケーキ持ってきてくれて、で51っていうあのろうそく持ってきてくれて、で15で刺して吹き消しました。15って言ってました。はい、はいはい、私の方はですね、本当、うん、昨日なんですけど本当に盛りだくさんで、ちょっと朝から仕事も入ってたんですよ、はい、朝仕事に行き、また車の点検があり、あとですね、その後すぐ、コンベンションでちょっと自分力っていうなんか講演会がありまして、それを聞きに行って、その後、はい、ダンスパーティーと、あら、もうずっと盛りだくさん、お忙しい、そうそう、盛りだくさんでした。はい、まあなんかね、楽しそうですね、全部ね、はい、いつも楽しくしてます。はい、はい、じゃあ後でまたね、みつこさん来たらね、はい、聞きましょうね。はい、はい、今日 ね、だからね、ユーリンにあのベトナムのお話をしてもらう予定だったんですけれども、言っていいのかな、うん、なんとあのちょっと骨折してしまいました。転んじゃって、まあ、私もね、転んでちょっと骨折した、うん、あのね、経験あるんですけれど、はい、私もあのパソコン持ってて、はい、本当にユーリンも今回ね、うん、ちょっとパソコンを持ちながら階段を歩いたという、なんか階段だからちょっと気をつけないとって思いながら、はい、ユリもね降りたらしいんですけど、最後のが見えなくて一段が一段転んでしまいましてってね。でもなんかね、ユリがすごいところはね、この倒れた後にですね、写真写してって、そうそう、降りた、すごい、うつ伏せに大の字になってたらしくて、それを写してほしかったらしいんですけど、それを写せるだけの度胸のある人はそばにいなかったという残念がってました。もう何でも楽しむというユーリンのこのね、転んでもただでは起きない。で今日からなんか、明日ね、手術、うん、そうそうそう、そのためにちょっとね、あの絶食、今日から、はいはい、でもうね、あの痩せて可愛く帰ってくるっていうことで、はい、皆さん楽しみにしています。ユーリン聞いてますか。コメントよろしく。はい、はい、それでじゃあ今日のテーマどうしましょうか。今日のテーマどうしましょうね。ユーリンになんか ね、うん、ね、 LINE 電話つなぐっていう、あ、聞いてるよ。あ、なんか LINE つな、 LINE つなげられます。はい、うん、じゃあ後ほどあのつなげてもらってユーリンにお話ししてもらおうかと思います。とりあえずいった CM 行きましょうか。どっから読むのかな。あ、はい、ありがとうございます。じゃあみつよさん喋ってて。何、公式フェイスブックページ美女の掟を解説していますので、こちらも見てくださいね。リッスンラジオや YouTube のほか、ツイキャスでもリアルタイムに聞くことができます。過去の放送は YouTube を確認してください。番組を一緒に盛り上げてくださる方はツイキャスでご参加くださいね。一緒に楽しみましょう。そしてスポンサーも募集していますよ。スポンサーになると嬉しい特典があります。それでは免疫力の上がる番組をお楽しみください。あ、
CM に行くボタンを押す人がいない。オープニングは安室奈美恵チェイスザチャンスです。それでは CM をどうぞ。ポチなんか赤いボタンだけども、うん、お掃除かよし私見てかよ誰もいなくなるっていう。すいませんボロボロ放送事故ゴリゴリの、ではユーリンにつなげますね。どこにあるかな。はい、かけていいですか一応。はい、絶食は0時からだよ。はい、大丈夫です。あ、絶食ははい、あ、OK です。はい、ただいまお聞きの番組は FM ギノワンから生放送でお送りする美女の掟です。あ、どこ、こっちじゃないよこっちだよもうすごい放送事故。ユーリン、あのベトナム、あのユーリンにつないでもらったので、ユーリンにベトナムの話をしてもらおうと思いますユーリン、こんばんは。笑ってる。はい、こんばんは。こんばんは。もう大変。めっちゃ先かな。CM ボタンもないし。もう大変よ、ユーリン。CM の間になんとかしてくれるかなと思ったら。だって渡されたら終わるんだもんここ、うん、どうでしたか、うん、落ち着いて、はい、墓さん、墓さんから落ち着いてって、はい、落ち着きます、うん、ますよ、はい、うん、でね、あの、はい、さっきの話ちょっと違うので、うん、今のうち訂正します。はい、お願いします。私はあの階段の一番下でこけたのではなくて、はいはい、階段降りきって、で、その後、うん、降り切って、そうそうそう、その後ね、あの、うん、なんていうのかな、うん、ちょっとね、うん、出っ張り、出っ張りっていうか、段差があったんですよ。ちょっと歩いたら。あ、階段ではなく、そうなんだ、うん。もう階段の最後の段かなと思ってた。だから階段までは、こわごわ歩いてて、そう、そう、あ、この階段怖いねってね、池間さんとかとも話してて、うん、その後やっと降り切ったと思って、で 暗闇の中、しかも雨の中、うん、それのあと、あのタタタタタタと歩いてると、ふと気がついたら、なんかあれと思ったら足がこう滑ったというか、コツンときて、うん、あーと思ったら自分の体が地面に落ちてたという。あー、え、外だったんです。そうそうそう、あ、外なんだ、そう、室内だと思ってました。で、いや、室内じゃない、あの、明るくない真っ暗、うんうん、わお。でもパソコン持ってたんだよね、うん、いや、パソコン持ってない。あ、あれ？パソコン持ってなくて。本当？うん、あの、8人分の T シャツとあのキャップ持っててそうなんだあ、うん、もちろんね、会議の資料も持っててというところで。じゃあ骨折以外に傷とかも、うん、擦り傷とかもあるんですか、とかね、うん、あの
これもユーミーが言ってたのがね、顔は綺麗に守ったねってさすがユーリン。そう、さすがって言われた。いやそっか、大変でしたね。うん、もう私から美貌取っちゃったらもう残んないでしょう。しょうがない。美貌取っても残ると思いますよ。いろいろと。いろいろと残る。コメントしづらいなんかね、あの話ですけど。コメントいっぱい入ってきてますね。はい。どうなんでしょう。で、何怪談話とか、そうなんです。ね、で、あとこの雨の中、雨の中をステーンとやったもんだから、あのお洋服全部濡れちゃって、もうパンツまで濡れちゃって、そんなに降ってたの？聞こえてますか、みっちゃんです。そう、たまたまその時だけ聞こえてるよ、ちゃん。はい、遅れました、すいません。その前に降ってたらしくて、少し小降りになった時に出たんだけれど、あのすってんってやった後、またジャーッと降って追い打ちをかけるように。そうあらまあ、それで、でそのままあの救急車で運ばれて、動かせますかって聞かれて、動かせませんって、それで、どこが痛いですかって言ったら、右肘が痛いですって言ったんですね。そしたら救急隊員が、足ですか手ですか肘なのに。そうで、私思わず、そう。思わず、もう本当に、あの、肘って足にもあるんですかみたいな。すごい冷静。いやもう、ゆり面白い。足の肘が。救急隊も慌てたのかもね。そう。面白い。はい、コメントいっぱい来てますね。はい、高本さん、こんばんは。埼玉の坊さん、美女の起きてスタート、こんばんは。今仕事終わりました。カーブボーイさん、美女の皆さん、こんばん、ワン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 、何回ですか、ワンワン。最近の天気はなんか降りかなんかね、本当にね、片振りが多くて大変ですね。こんばんは、ビジョンの皆さん、トロマーさんですね。高坊さん、おめでとうございます。何のおめでとうだったユーリン聞いてるよ。埼玉の郷さん、ビジョンの起きて、公式フェイスブックページはこちら、リンク貼ってくれてます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ユーリン、絶食は0時からだよ。まだ食べてる。食べてるんだ。高本さん、深呼吸。ああ、もう落ち着きました。ありがとうございます。カーボーイさん、落ち着いて。スラックス。リラックスでしょ。高本さん、平らなところをもう一段あると思ってこけた。これが本当の怪談話。カーボーイさん、いいね、美人ギャグ。高坊さん、骨が折れますね。カーブボーイさん、ベトナムの話じゃなくて、骨折の話で終わるんじゃない。そうだね。ねえ、あと10分ある。そう、はい、じゃあベトナムの話を、あのコンパクトに。はい、ベトナムの話する。はい、そう、これは今週のね。はい、ね、でも私もベトナム行ったことあるんですけど ね、一番印象に残ったのが、ベトナムはね、4泊3日で行ってきました。4泊3日、移動時間が多かったのってこと。普通はね、4泊5日って言うはずだけど、寝れなかった、ね、寝れない状態。往復がもう本当、飛行機で、しかもね、あのベトナムに行くのに、香港周り、香港じゃない、何言ってるもん、韓国、韓国、そう、頭打った、インチャン航空をトランジットで、そう、
うん、トランジットの時間が4時間、うんうんうん、あ、空港にいたってことね。そうそう、だからまず、うんうん、そうそう、あのまず最初に、那覇空港からピンチョン、あ、何時に出たんですか。その時にまず1時くらいだったみたい、うん、はいはい。で、そのでその時にも機内食が出て、うん、でその後4時間何すんのと思ったけど、この、うん、あのツアコンの人がもう一回出したら戻ってこないらしくて、すいませんってね、大きな声でもしょうがないから、あのその辺散歩するでしょ、うん、そうすると免税店くらいしかないわけ、うんうん、確かに、うん、今はそんなに荷物増やしたくないからと思って、うん、うんうんうん、でもいいかと思って、あと余興の練習をしたりとかして、うん、4時間も、うん、それから、今度は、ベトナムの、うん、そう、あの余興の練習は3分びっくりしたで、その後、ベトナムのホーチミンの方に飛びました、うんうん、で着いたのがね、うん、大体もう現地で11時だから、うん、日本時間では1時、ああ 3、うん、3時間でも何かヘベレケになって、うん、2時間違うから、うん、そうそう、で、はい、あの、まあ、ホテルに入ったんだけど、次の部屋なんだけれど、うん、でね、シャワールームと、ね、バスタブが、ね、離れてんの。シャワールームとバスタブ、ちょっと想像ができない。離れてるってどのぐらいよ、お部屋のスペースで言うと。シャワールームの隣に洗面所があって、うん、でこのシャワールームの隣にトイレットがあって、うん、そのトイレットの隣に、うん、やっと行くのがあるの。なんか意味わかんない。シャワールームがあってトイレがあってトイレ挟んでバスタブがあるってこと。そう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 。でそれでて、あのあれをなんだっけ、あの 足をこう拭くやつなんだっけ、あ、マット、マット、うん、バスマット、うん、あ、そうそう、マットはね、うん、1枚しかないわけ両方ないんだ。じゃあ濡れちゃうじゃない。それこそそこで吸ってんって言ったらまた、うん、そうそう骨折しなくてよかったねっていう話なんですけど、なんか海外のホテルとかってね、うん、結構なんか不便なところがあるっていうか、うん、あのね、歯ブラシがなかったりとか、日本ぐらい、まあ、歯ブラシはもともと持ってたからいいんだけれど、うんね、うん、タオルとかあった。あとね、あのベトナムはね、どこ行っても、うん、あ、タオルはあった、うんうん、あのシャンプーもあったけど、うん、なんかゴワゴワになるよって聞いて買わなかった、うん、もう石鹸は使った、うん、じゃあもう本当にいろんなもの持っていかなきゃいけないってこと、うん、どこ行ってもあのトイレにシャワーがあるの、うんうんうん、あ、トイレにシャワーがあるんですね、うん、あの、そうそうそう、あんまりね、うん、あの流せないっていうのかな、うんうん、だからあの髪も流さないでくださいって書いてたけど、うちら全部流してたんだけどあの、うん、でウォッシュレットの代わりにこのシャワーでシャーッとね、あのお尻洗って、そうそう、これ慣れてくると結構快感で、うん、面白い、大きいシャワーがトイレについてる。だから間にトイレがあるんですね。なるほど、トイレ用のシャワー。違うと思う。そう、トイレだけのシャワーがある、うん、へー、面白い。なるほど、なんか不思議な世界、うん、そうそう、最初びっくりしました、うん、何これみたいな、うん、そうそうで、まあ、まあ、それからゆっくり寝て、うん、でもね、同室の人がね、すごいパワフルなんですよ。5時に起きて散歩するって。あ、なんかやっぱりね、あ、私はその近郊移動が多いから6時に起きてご飯食べるって、うん、なるほどね、うん、でもね、私ら、うん、あのベトナム行った時、初めてお友達と行った時にね、こんなに食べてもなんかみんな3キロ痩せたっていうのがあったんで、これねユーリンに情報を入れてたんだけど、
なんか変わらなかったと。ミツから聞いたのに、そう。なんかハーブがばっかし、本当に。そんなにね、うん、あの、うん、ハーブばっかり、うん、で野菜ばっかり、うん、でフォーム、うん、フォームね、あの、うん、ワンコフォーみたいなものを一杯くらいしか食べてないんだけれど、ワンコしたんでしょ、どん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 、そうそう、してないって、ワンコそばみたいな感じ、それ家だよ。だからユーリンがちょっと痩せて帰ってくるかなって楽しみにしてたのにね。そう、私もね期待してたんだけど、うん、そっか、なんかちょっと丸くなったかなと思った、あのね、ユーリンからのお土産、いただいたお土産、ウエストきついなと思って、食べました、あ、息子がドリアンのお菓子、ドリアンのお菓子と私が食べたのはあれ、うん、あのラーメン、あ、ラーメンっていうかフォーって書いてあったけど、うん、おきこラーメンでしたみたいな味がおきこラーメンでした、そうなんですか、いや、みっちゃんヘマしました、あ、何したの、あの日ね、あのいただいてわーって言って、うん、チョコレートだと思って破ったらコーヒーだったコーヒーばらまいたもったいない、あの袋がさ、もう字見てないからチョコだと思って開けたんですよ、そしたらコーヒーだったっていう、ジャコネコの、そうそう、ね、あれはジャコネコのね、高級なコーヒー、そうだったんだ、うわ、そうそうそう、あれはまた置いてます、私もまだ開けてない、でも、あれ楽しみに、ね、だから思い込みは怖いなと思って、だから少しは安いんだけど、ジャコネコのね、私ちゃんとね渡すときに、あの、ね、解説したよ、うん、いや私なんか ね一生懸命やってて何かやってたんですよ、だからなんかジャコウネコがどうのとか言ってるけど、うん、ジャコウネコのコーヒーだよって、袋見てないから、うん、その袋を見てたら、そうそう、それはちゃんとコーヒーだってインプットされるけど、うん、手元でなんかいろいろ作業しながらやってたから、あの商店会のね、本当にあの袋詰めしながらやってたから見てなかったんですよ、あれね、あの、うん、インスタントはいえ、ね、どんななのかな、ちょっとね楽しみにしてます、ね、めっちゃ美味しかったんですよ、うん、ベトナムでね、あの、うん、この買ってきた時に、うん、もうもっと買っておけばよかったな、うん、みたいなのがあって、本当に甘みが出て、お砂糖入れないのに、うん、したら後で調べたら1杯5000円とかって東京で高い、で売られてるっていうのを聞いて、もっと買っておけばよかったとかって思いましたね、なるほど、ね、そうそう、まあ、一応次に10月の何日かな、暮らし研究所かなうの方でミニセミナー、それには皆さんにこの、うん、ジャコネコのコーヒー振る舞います、おお、すごい豪華、はい、はい、あと1分、これ、うん、500円です500円で食べられるのはここだけだよあ、食べられるんじゃない、あの、うん、飲めるのは分かりました、うんうん、でもね、あのミツが、うん、あのこれダメだって言ったドリアンのクッキー、うん、あれ結構評判良かったよ、うん、なんかね、私ドリアンの生のドリアン食べたんですよ、口に入れたら美味しいって、確かにあの鼻をつまって食べたら、うん、大丈夫かも、うんうん、本当にね、なんていうのかな、生ゴミの匂い、うん、あの息子にあげたんですけど、息子はガソリンの匂い出てました、全然こうなんだろうって感じで、その後なんか食べて しばらく経ってゲップしたらまだ匂いするだからドリアンってね、取れたては匂いしないらしいだけどお腹に入って後から汗となってまた臭い匂いが出てくるって、じゃあどうそうなんだ、いやもう怖いからあれ飽ききれないけど、タカポさんが嗅覚が全禁断的って書いてるベトナムの話が食べ物の話で終わりそうですけど、あと1分じゃないですか、もしかして時計が3つに隠れて見えないんですか、あと1分、はい、1分半ぐらいですね、うん、そうですね、まあ、来週もねベトナム編、まあ、ナンバー2、来週に続く、はい、あの来週は来れるんだよね、大丈夫、うん、でも来週わかんない、わかんない、はい、一応1週間とは言われてる、うん、入院がですか、告知ありますかって、うんうん、告知ありますか、高本さん、ありがとうございます、進行してくれてるもう来週の起きてテーマも箱がないし飛行にも高坊さん、はい、コックローチって、ね、
ラットさん大丈夫だよ、骨頭骨骨折みっちゃん2年前にやってますので、うん、はい、1週間後には出てこれます、大丈夫です、うん、まだ折ってないの私だけだこのペースは、ね、私折らないから折らないですよ、骨折は伝染しません、楽しみにしてます、はい、40秒30秒前です、はい、ゆうりん明日の手術大丈夫だからね、はい、安心して受けてください、はい、はい、ファイティン、はい、ファイティン、はい、はい、そのまま寝て、うん、いる予定です、はい、バイバイ、またね、皆さんまた来週も聞きに来てね、ありがとうございます、埼玉の郷さん、ランドさん、高坊さん、ありがとうございます、もっといっぱいいたけどごめんなさい見えなくなっちゃったはい、みんなありがとう、皆さんありがとうございます、来週も聞きに来てね、はい、はい、ありがとうございました。